はい、今回は紐作りをやってみます。粘土はもう練って、少し紐も作って準備しているので早速作っていきたいと思います。まん丸でもいいんですけど、少し扁平に、だいたい回転体の扁平な形に作ってみました。ヘロクロの真ん中に置いたら大体でいいですけど、叩いていきます。止めといてこうではなくて、ヘロクロの方を回して、手はあまりあちこち行かない方がいいですね。全体が同じ厚さになるように心がけてください。今だいたい丸にうまくなりましたけど、上から見た形がこれ丸じゃなくて少しいびつな形になってもいいので、どちらかというとこの厚みが均一、その方を心がけてみてください。外側の形は丸じゃなくても大丈夫です。カットするので平ら、だいたいですね、真ん中も厚くなくて全体同じ形で、今回はだいたい丸くなってしまったというか、丸になってよくうまくなってるんです、うまくいってるんですけど、手を回すとだいぶずれてますね。これを切ります。で、針を垂直に立ててしまうと粘土に当たった時にこう持ってかれてしまうので、少し斜めにして、線を引いてください。で、次に剣先を使って切っていきます。この時は線を見ながらゆっくりと、線からずれないように、断面が直角、垂直になるように心がけてみてください。こんな感じですね。で、1本目つけていくんですが、いきなりつけて言ってもいいんですけど、特に1段目、この土台と1本目は接着が甘くなることがあるので、僕のおすすめするのは濡らすというよりは歯ブラシに水をつけて少し泥が出てくるぐらいまでこすってあげることをおすすめします。で、スタートのやり方もいくつかあります。切ってみますね。斜めにカットして、ここまでやらなくてもいいんですけど、参考にしてみてください。戻ってきたら、さっきのスタートがここですね。同じところから今度は斜め上に引き上げてカットすると、だいたい同じように角度につけられますから、最初と終わりを接着します。で、一周同じ状態になってるか、どこかがこう内に入っててどこかが出てるっていうののままだと歪んでしまうので、
大体同じ状態になっているようにしてください。今は少し紐の方が外に出ている状態です。3分の1ぐらいはみ出している状態ですね。はい、次に上から押さえつけます。一周しました。次に内側潰します。潰します。まだ撫でてないです。潰します。一周しました。で、少し段が残っているので、ここの段を撫でます。で、ここが滑らかになるように撫でます。時々この人差し指を拭ってるんですけど、この作業した時にさっきつけた水が指につくと、水がついたままだと粘土をうまくつかめないんですね。こう滑るだけで粘土つかめないので、できれば乾いてる必要はないんですけど、指先があまりベタっとぬるっとしない状態の方がこの粘土をつかみやすいです。今1周目で押さえて2周目でこう撫でましたけど、これはですね、1周目でこう潰して2周目で鳴らしました。いきなりこう鳴らしてもいいんですけど、うまくいけばいいんですけどね。ちょっとわかりますか？こちら側が最初に潰してから鳴らした方、こっち側がすぐにこう撫でた方ですね。空気が残ってるのわかりますかね？いきなり撫でてもうまく粘土つかめて押さえつけられればこういう現象にならないんですけど、こうなることもあるので、撫でて空気を残さない、潰してあげるとそのリスクは随分減ると思います。はい、内側大体できました。では外、少しはみ出してますから、これをちょっとこの位置でやってみますね。下の粘土にかぶせる感じですね。ただ撫でるんではなくて、上の粘土を下にかぶせてあげると接着はかなり強くなりますから、これもさっきと同じ理屈で2段階に考えてます。潰したら次の工程でこう撫でてあげるとしっかりつきます。まあ、ここまで丁寧にしなくても全然つくんですけどね。やっぱり破損が出ると残念なので、万全を期す意味でちょっと細かい説明をしてみました。はい、1段目終わりました。では2段目積んでみます。これもいろんな積み方があるので、本当これ正解っていうわけではないので、いろいろ試してみてくださいね。
さっきは、剣先でカットして始めましたけど、違う方法、撫でる方法をやっています。端っこがこうブツッと切れた状態だとやりにくいんですけど、テーブル、見えないですね。この辺がいいかな。もう少し撫でてあげると薄くなりますから、これをまずは貼り付けてあげる。でさっきの上、一周足りるかな、足りるかな、ちょっと足りないですね。ちょっと伸ばしちゃいます。最初は薄くなったところを撫でつけて、2段目3段目また違うつけ方やっていくので、ここはここで見てください。で一周したら押さえつけながらちぎります。これでだいたい均等になります。切ったりする工程がないので一見楽なんですけど、さっきの剣先を使った方法は太さが均一になりやすいので、ここの高さも均一になりやすいです。慣れてくれば今の方法でいいですけど、かえって手間をかけてあげる方が段差ができにくいと思います。でまた同じように確認をしてあげて、大体ですけど同じ状態に、同じ状況になっているか、はみ出しているところと内側に入っているところがないか確認してください。そしたらまた上から押さえます。で今度内側押さえつけて下に撫でつける感じですね。撫でつける、ちょっと違いますね、押さえつけるですね。これ2周目でまた撫でていきますから、この指はこのままグッと位置を下に落としてるだけですね。あんまりこう撫でたりはしてないです。で2周目で撫でます。外も同じようにまたちょっと斜めでやってみましょうか。下の粘土にかぶせます。かぶせます。ただちょっと撫でてみますね。こう撫でると平らにはなるんですけど、あまり食いつきが良くないですね。やっぱり上の粘土をこう移動させて下の粘土に食いつかせる感じ、かぶせる感じという感じです。で2周目で撫でる。粘土の紐の作り方は、今はちょっとストックでいっぱい作ってるんですけど、粘土の紐の作り方の動画以前アップしてるので、そっちも参考にしてみてください。動画の説明欄、下の動画の下の説明欄のところにもリンクを貼っておきたいと思います。こんな感じですね。で僕はですけど、内側の作業したところと外側の作業したところあって、この触ってない最初に紐を積んだところのまま、潰れてない
ところを作ることがあります。そうすると次ここを乗せやすいですからね。でここに次の1本を乗せるとまた同じように内側潰して外側も潰して撫でてっていう作業がしやすい、乗っけやすい、こういう方法です。はい、次、今は一周乗っけてから潰しましたけど、手に持ってもうつけながら置きながらつけるっていう方法をやってみたいと思います。でスタートは同じです、さっきの撫でる方法で、くらいですかね。ここで親指で潰す潰す潰す、見えますか？これ紐が回ってるように見えますけど、回ってるんですけど、あの回してるわけではなくて、この潰したら自然にこう回転しますよね。あえて回転させる必要はないです。こう潰すと自然に回っていくので、こんな感じですね。でまた撫でていきます。で外、今度は下を持ち上げてみますね。いろんな方法やってみますね。下の粘土を上に持ち上げるように、やっぱりただ撫でるだけじゃなくて、下の粘土が今つけた紐の表面にこうまとわりつくように、という感じですね。こういう感じです。で紐は分厚くていいです。あの積んでからつまんであげます。感覚はあの玉作りと同じ感覚で作業しています。玉作りの動画も以前あげましたので、それも説明欄の方に貼っておきますね。参考にしてみてください。感じですね。ちょっと寄せてみますね。どういう形を作るか決めてなかったので、本当はいけないですけどね。作る形を決めて作業しないと作業が漠然としちゃうので、感じですね。さっき、2本目でしたっけ、積んだ時に外側と内側触ったところと触ってないところがある方が紐が乗っけやすいっていう話をしましたけど、まあ、必ずしもそういう場合だけではなくて、ここが薄くなることも、まあ、なることもあるし薄くすることもあるんですけど、こういう状態でも紐作りは進めていけます。はい、
スタートは同じようにしています。でこうつまんで、今どうなってるかって、どこについてるかっていうと、ちょうどこの紐半分が接着されてる状態ですね。縁の上に乗っけてるんじゃなくて、縁に半分かかるように紐をつけていってます。これ今つけながら、置きながらつけながらってやってますけど、輪っかにして置いた状態でもできますよ。ちょっと次の段でやってみましょうか。外側もほぼ鳴らされてるんですけどね。もうで時々こうやっぱり足りないなって思うところあるので、そういうところはエンドつけてみてください。ただしこうくぼんだところにそのままエンドをつけると、空気が中に閉じ込められてしまうので、こうシワや傷をなくしてからしてください。こんな感じですね。撫でます。で紐作りは玉作りと違って歪みやすいです。回転がずれやすい、回転体になりにくいので、何本か積んだら必ず確認してください。ずれてないかどうか。今潰れてないですけど、潰れてなくてもさっきの内側に貼る方法はできます。ちなみに今、さっき継いだところはスタートがここですね。同じ場所にこう継ぎ目スタートを持ってくると、やっぱり切れの原因になりやすいので、さっき継いだ段と場所とは違うところからスタートしてみてください。あ、置いてやるって言いましたね。スタートの場所は短くなっちゃいましたね。慣れないうちはここ均一な高さに修正するのは結構面倒かもしれないので、その場合は最初にやった方法、剣先で綺麗に切って、最初の終わりも綺麗に切ってつないであげると全体同じ太さになりやすいです。その分手間なんで、どちらがいいかっていうのはお好みなのかもしれないんですけど、少し内側につけた乗っけた状態です。そしたらこの内側を、ここの方が見やすいですかね。で一周しました。そしたら次に撫でます。
で外側、下から今1段2段3段4段でしたっけ、何段か積みましたけど、いろんな方法で積んでます。で他の人の YouTube も僕見ることあるんですけど、いろんな方法があってその人の手なりに作りやすい方法があると思うので、海外の動画とか見ると結構僕が見たことないもの、方法でやってたりして、紐を作らないともう粘土をこう持った状態で撫でつけていく、すごく難しそうな作り方をしてるんですけど、すごく整った作品ができてたりするので、ほんといろんな方法があるなと思っていますので、これも多分僕の手なりでやりやすい方法なので、皆さんもいい方法を見つけられたらどうかなと、いいなと思います。それの何ですかね、一つの参考にしていただけるとありがたいです。さっき内側に積んでいましたけど、外側これは内側がまっすぐ、外側が途中までまっすぐでこう斜めになっています。やることは一緒なんですけど、外側、考え方は一緒なんですけど、外を先にやるのか、中を先にやるのか、で形状によっても使いやすい場面、使いにくい場面あります。今これ外側撫でて、外側につけたのは今広い口なのでやる意味はそんなにないんですけど、例えばこうとっくり状になって狭い口になった場合は内側につけるのかなり難しいの で今の方法結構有効です。縮めてみますね。一般的に玉作りは手のひらに収まるもの、メシワンとか小鉢とかに向くと言われています。で手のひらに収まらないものに関して言うと紐作りじゃないとできないものありますね。紐作りは大きいものも小さいものもできるので万能なんですけど、メシワンぐらいの大きさだと玉作りの方が多分作りやすいし、こう効率もいいと思うんですよね。積む場所は、作りたい形の方がいい場合もあるし、こう動かして閉じて動かすこともできます。で結構寄せてきたんですけど、ここまで寄せるとどうしても口のところこういう風にシワになってしまいますね。
のは切っちゃいます。で剣先で切ってもいいんですけど、慣れてくると針で、これ急がないでくださいね、ゆっくりゆっくり針を進めると自然に切れます。積んでみますね。さっきの方法と同じです。で外を撫でます。で内も撫でます。カメラに映らなくなってきましたね。ちょっとずらしますね。ここまで細くなると紐やっぱり積みにくいんで、さっきの方法、もうちょっと撫で上げますね。こうかなり薄くしてます。中に指が入らないので、あ、入りにくいですね。入りにくいので内側を撫で上げてます。で粘土の紐をつけます。やっぱりこのぐらいの太さになると外側じゃないと仕事しづらいので、こういう感じですね。内側薄くしたところがもうこの紐にまとわりついてる状態です。すぐそこに内側の本体の粘土が来てるので、端を撫でてあげればしっかりつきます。でこの外の粘土は、これは少し力を入れて圧をかけてあげないとつきにくいですね。でこれで撫でます。でまた締めていきます。今は両方の両手の親指同士で寄せて寄せて、内側人差し指で支えてます。またカメラの位置変えますね。
どうでしょうか。そんなに整った作品ではないですけど、指跡の残ったゆったりとした作りで悪くないんじゃないかなと思います。参考になったでしょうかね。全体像はこんな感じ。